冒頭私から2つ申し上げることがあります。先般ですね、マニラでのアジア大都市ネットワーク21の総会に出席してきました。これ年ごとにですね重視的ということは、もう非常に世界に対してのアジアの存在感を示すに大変結構だと思います。総会はですね、むしろね、こうルーティン化してきて、その中でいくつか方向がありましたけれども、各分なんていうんでしょうかね、それぞれの個々の問題、治安対策とか、その新しい疫病対策とか、ね、あるいは災害対策とか、そういったものでですね、頻繁にその専門家の会合が持たれてまして、それが非常に充実できているのは大変結構だと思います。やはりですね、一つの特徴として、この間のニューヨークの会議でも感じましたけども、やっぱり それぞれの主要の都市が国そのものよりも、ね、問題意識をこう先鋭に持っていて、積極的に、ね、取り組もうとしているというのは大変結構だと思います。今回の主のテーマはやっぱり特にですね、マニラのように、ね、やたらにこの人が増えてね、都市の中でのこういろんな市民の格差ができてきて、それが非常に摩擦を生んでいるようですけども、それをどうしようかという問題、これは東京にも違った方ではありますが、もう一つは、ね、やはりですね、この地球温暖化について、どう対処するかということでありまして、東京もですね、ニューヨークで感じましたけども、アメリカ、ヨーロッパの大都市に比べて進んだ対策をしてますし、そういった問題についての具体的なですね、姿勢を紹介しました。そのマニラ宣言、ジョイントコミュニケの中ですね、地球温暖化は自然と人類の生存を脅かす深刻な問題であり、環境問題であり、アジアの都市が協力して温暖化ガス排出削減に取り組んでいくということを確認しました。また共同事業としてですね、都市と地球の環境問題の取り組みをさらに具体化するために、来年の2月にです、東京で環境技術の事務者会議を開催することにいたしました。地球の温暖化の問題というのは、かつてのですね、私も環境問題閣僚として取り組みましたけども、あの頃の水俣病とかね、四日市の非常に過激な喘息といった問題とまた違って、あの場合にはですね、経済効果とね、要するに、そういった環境問題のトレードオフが効いたんですけども、この温暖化の問題はですね、つまり取り替え口、トレードオフが効かないところまで深刻になっていると思いますね。この間の西澤純一先生が会長している、世界のですね、工業技術の先端技術の国際会議でも、やっぱり5年ぐらいのうちにですね、相当なことをしないともうポイントオブノーリターンを過ぎてしまうという、そういう認識は特にヨーロッパの学者たちに強かったようですけども、妥当なことだと私も思います。それから次は味の素のスタジアム、味の素スタジアムのネーミングライツの契約をですね、更新します。日本の公共施設で初めてですね、味の素スタジアムに導入した命名権、いわゆるネーミングライツについてですけども、来年2月に5年間の期限を迎えるために、今度は株式会社東京スタジアムと味の素株式会社の間でさらに6年間の契約更新をいたしました。この会見の後に両社がですね、記者発表を行いますので、詳しい内容についてはそこで聞いていただきたいと私も出席しますが、私から申し上げることは以上であります。その他質問がありましたらどうぞ。どうぞ。毎日新聞の江口と申します。はい、先ほどおっしゃったようにですね、知事は都市の環境問題というか温暖化対策に非常に力を入れていらっしゃるんですが、それを掲げてそのオリンピックもですね、その勝ち抜くことをしているんですけれども、一方で他の開催都市もですね、環境重視ということを多分謳ってくると思うんですが、その点で東京らしさというかですね、東京は環境の面でじゃあどういうふうにして勝ち抜いていくのかということは、改めて地震の報道をちょっと伺いたいんですけれども。いや、地震
というものは、これは相対的な問題ですから、やっぱりね、実態が何であるかということをね、その IOC の委員が、まあ、良識を踏まえてですね、見比べてくれればですね、おのずと判断がついてくると思います。それは東京はですね、他の開催都市に比べて進んでるところも遅れるところもあるでしょう。ただやっぱり10年先のことですから、まあ、9年になりましたけども、オリンピックのですね、主催に関係なしにですね、ワンディケードというのを想定しての10年後の東京というマスタープランを作りましたから、それはまあやっぱりオリンピックがあろうがなかろうがですね、粛々として進めていく以外にないんじゃないでしょうか。環境が良くなることは誰も望むことですね、まあ、それをですね、まあ、IOC の委員たちがどう評価するかということは、まあ、あとはその判断を待つしかないと思いますけど、やるべきことはやるということが大事だと思いますね。はい、どうぞ。荒木と申します。法人税についてなんですが、政府の方がですね、まあ、東京都の方から3000億円ほどの拠出を考えているというような、話が出ておりますが、それについて知事のご所感をお願いいただきたいんですけども。いや、このところなんかね、その島憶測というか、いろんなね、我々が見ると流言飛語に近いね、その記事がね、まあ、あなた方の責任なんだろうけど、新聞に出ますけどね、どういう裏を取ってのね、その報道か知らないけどもね、私、東京都市はそんなこと聞いてもいませんね、考えてもいませんね。はい、ふるさと納税についてもですね、まあ、導入というような話もちょっと出始めておるんですが、また一回消えたお化けがまた出てくるの。それはまあ、要するにその税法というものの、ね、原理に基づいた話ですから、その受益者負担ということでみんな税金を納めるわけでね、揮発税もそうですしね、それ住民税もそうですし、例えば今ね、ターゲットになりかかっているらしい法人事業税は別に法人住民税だってですね、つまりその法人としての受益者負担ということで払ってるわけだから、自分がその地域のために、地域受けてる恩恵のために払ってる税金がだね、他に持ってかれてどうやって使われたかわからんと、これは納税者にとったら許せないことじゃないですか。なものに言い出すのが間違ってると思いますよ、ふるさと納税も。考えたら分かることは、これやっぱり財務省はそれ分かってますからね、どうもその国費をかしげて、そういう論を聞いてるようだけども、まあ、ね、法人事業税に関してはね、勝手に今まで分割基準一方的に変えられました。これはなんか抵抗する必要ないけどね、法人住民税についてね、つまりもしそういうね、暴挙をですね、国があえて行うなら、これはね、要するに東京に在住のですね、法人を代表してでもね、東京はその、まあね、そういうこと言うとね、都庁の中に心配する人がいるけどね、門前払い、門前払い区が来る前はね、今までのその問題提起されなかったことですから、これ訴訟を起こしたっていいと思いますよ、そう思ってます。そうしますと、最初の質問に戻りますが、法人税についての姿勢は知事のお考えは変わらないと。変わりません。それからそのね、なんかわけわかんないけど、とにかく東京儲かってから、なんか何千万か何千億か出せみたいな話もね、そのなんかもっと具体的にですね、羽田の要するに第4滑走路のあれのためのね、要するに先にして国が農地府の間東京は建て替えたか出してますよね、それ全部そのパーにしてくれみたいな話だけどね、これも乱暴な話でね、じゃあ一体その対象に東京はね、飛行場でどんな権限を持てるかって言ったら、あれターミナルビルなんかオーストラリアが買っちゃったんだよね、全部じゃないけども。かといってね、飛行場その運営権っていうのはその要するに国がやってることですからね、これやっぱりその債権の対象にならないしね、ローンが出てくるそのもとにかくただまあ要するに内定1000億とか2000億出してくれってのは、こんな虫のいい話はないんじゃないの。そんなもんで国の予算が編成されたらね、素人にだってできる話ですからね、まあ、やってることは非常に乱暴というか粗暴というかね、やっぱ国民、都民の皆さんが良識で考えてくれたら、いてもちゃんちゃらおかしい話だと私は思いますよ。はい、どうぞ。東京 MX の大森です。新銀行東京の中間決算が今発表されていると思うんですが、この決算について知事はどのようにお考えでしょうか。概略ですね、昨日銀行から聞きました。まあそのね、どう評価するかということの質問なんかあるんでしょうけども、当期の損失はね、
経費のその削減や、まあ、経営努力によって計画よりもやや改善したと聞いてますね。まあ、3億円ぐらいとにかく予想よりも効果があったと。ただまあしかし今後ともね、やっぱり経営状況は非常に厳しいですし、今後ともそのデフォルトの抑制やですね、営業経費の削減などをまあ経営改善の取り組みをですね、もっともっとこうシビアに着実に進めていく必要があると思います。それからね、このなんていうのかな、こう日本の金融の作業が、ね、停滞している中でね、私この銀行に限ってじゃなしにですね、どうも日本のね、国の役所もそれから民間のね、金融関係の大企業もね、ちょっとつまりそのマネーゲームって言葉は良くないけどもね、そういうものに関してのノウハウというか知恵が足りないんじゃないかしら。完全にもうなんていうのかな、外資に手玉に取られてる感じがしますね。ですからね、やっぱりちょっとね、その気になって出直さないと本当に食い散らかされてですね、それで終わりってことになりかねない。あの今度の問題って、私もこの銀行に心配してますけど、それだけじゃなくてね、やっぱり他の金融所を見てみてもですね、非常にそういう点で不安ですね。平成21年度までの黒字化という新中期計画もありますけれども、その計画に向けて今回 その決算というのは、まあ、やっぱり、ね、この少しずつの実績を積み上げて要するに行く以外にないでしょうね。起死回生の妙案とはそざらにあるもんじゃないし、あればですね、他の要するに企業だってやってるでしょうから。ただまあね、東京が持っているいろんなオプションがあると思うんですけど、そういうものは今まで果たして従前に活用されたかというと、まあ、そういったものはあんまりこう見受けられないんでね。だからまあ今度ですね、有能な局長をですね、まあ、銀行の創設にも携わった人ですから送り込んだわけですけどね。はい、どうぞ。日本テレビの方だと申します。あの知事が力を入れて、あの都民にも好評な認証保育所の件なんですけれども、荒川の方でですね、あの認証を受ける際虚偽 の職員の名前等を使ったのではないかという疑惑が浮上してますが、これについて知事はどうお考えでしょうか。あのこの認証保育所についてはね、報告ではもう都はすでにですね、立ち調査しましてね、まあ、あの誤った点を指導していると聞いてますけども、まあ、なんかね、一部の政党がそのだから認証保育所ダメだみたいな暴論を吐いてるけども、そんなことじゃなくてね、認可保育所であろうと認証保育所であろうと、つまりその企画の中でですね、要するに間違ってがあればね、その保育所の性格の区別なしにですね、これやっぱり立ち入りもしてですね、きちっと要するに是正をさせていくのが都の責任だと思います。実際にやっております。非常にあの最初2カ所から始まったものが今およそ400カ所までに広がっていて、その働く女性にとっては非常に重要な施設になりつつあるんですが、それの何ですか、イメージダウンといいますか、そういった影響について何か懸念されていることっていうのはございますでしょうか。いや、まあ、その何ていうんですかね、こう一つでもそういう何ていうのか、マイナスのイメージを作るあれがあると旗も迷惑しますけどね。だからこそやっぱりね、都が積極的に指導してとにかくペナルティも加えてですね、こういうものをもっと確かな税制に導いていきたいと思ってますけども。はい、どうぞ。時事通信の渡辺と申します。あの先ほどの新銀行の話なんですけれども、あの昨日先日の会見でもですね、あの知事はその、ま、都のポテンシャルを引き出すような業務を、ま、あの対馬さんに頑張ってもらいたいというようなことをおっしゃってたんですけれども、あの、ま、今、ま、いろいろあの、ま、言えるかどうか制約あると思うんですが、ま、どのようなイメージで、ま、いつ頃明らかになるのかといったことをあの伺いたいと思うんですが。いや、それはあの対馬さんもね、ベテランのですね、都の官僚ですから、あの都の持っているポテンシャルをですね、精通していると思いますね。それをどう活用するかというのは現場に入ってですね、他のスタッフとも相談してですね、これから具体化していくと思いますから、私はここであだこうだ言うことじゃないんじゃないでしょうかね。言うとまたですね、株主の越権だってことになりますしね、言った限りそのそういうノウハウを持っているですね、前の都の要するに幹部職員がそのノウハウを生かしてですね、あのそれを活用しながら
銀行の再生につなげてもらいたいと思っています。あと、まあ、かなり、まあ、決算として、まあ、厳しい状況であることは変わりはないんですが、まあ、毎回聞いている質問なんですけれども、追加出資は今のところは考えないという、今考えていません、まあ、そのニーズがあるかないかということもこれからね、新しい責任者の報告を踏まえてですね、要するに考えるべき問題だと思ってますけども。すみません、全く、あと先ほどの法人二税 の、 質問ちょっと似たような話で恐縮なんですが、一部報道でですね、都の税収3000億円を、まあ、地方に移転することで、まあ、都の内諾を得たというのがあるんですが、内諾してないですよね。全く全く根拠のないガサネタだね、それ。わかりました、ありがとうございます。ずいぶん期待が濃いみたいだけどね。そう簡単に人の、ね、財布に手突っ込んでね、親が働きが悪いからさ、子供の小遣いかっぱらみたいなことやっぱりおかしいと思うよ、僕は本当に。はい、それじゃあ、どうも。はい、どうも。日経新聞の萩家と申します。昨日の都税庁の中間報告で、環境税の導入に向けた検討について求められておりますけれども、知事は環境税自体についてどういうふうにお考えでしょうか。まあ、これもう少し具体的な報告来ませんとね、とにかく、ね、やるやらんしろ政策にその反映されなければしょうがないことですから、詳細の報告を聞いてですね、考えますけども、まあ、やっぱりね、本当にトレードオフの効かないですな、要するにところまで温暖化の問題が来ているということの認識を、まあですね、その対象になる市民なり企業はね、どれほど持つかということでね、ただまあね、私もね、今度のマニラの会議ってみんな、まあ、なんていうのかな、それぞれの国ではですね、発展の度合い濃淡ありますけどね、まあ、やっぱりそのね、その国では首都のですね、あるいは首都に近いですね、その都市の、ね、幹部だから、そのレベルより上のインテリジェンスを持っている人でしょう。それがまあ幾度にですね、環境問題について温暖化を踏まえてね、その危機感を言うのは結構だし大事なことだけども、いざそれをね、政策に移して、例えばその行くということにすると、この日本でだって東京でだってやっぱりCO2 の削減をですね、ノルマ化することに企業は抵抗するし、繰り返して申しますけど、この間やったですね、世界の先端工業技術の国際会議で経産省がですね、会議の主題を環境問題にするなというのを圧力かけてくる、バカな話で、これ昔と全く同じだ、昔の通産省とね。そんな発想でね、要するに役人だって人間なのか、国家のエリートかどうか知らないけどもね、そういった連中がそれなりの責任を果たしたことになるかったら、これやっぱり大きな誤謬で、もう目の前足元しか考えてない、実に何て言うんでしょうかね、情けない姿勢だと思いますな。ですからね、その環境税の問題なんかも、やっぱりその結局それを行うにしても、それをですね、受けて、その税なら税の負担をする市民なり企業というものの環境問題に対するね、人間としてのね、どれだけ先になるか分からないけど、まあ、自分の子孫に対する一つの責任というものを濃淡にかかってくるんじゃないでしょうか。はい、それじゃあ。